ドラマンチャンネルこいつ天才だなと思った前川んわかんないままシーズン終わった <laughs> <laughs> よしいきますもう一回引すよしいきますよし年の阪神 どう実際あのチームにさいたわけじゃん、まあ、今年もチームの雰囲気とかこの選手来年ガラって変わったよこれ変わるでいやめちゃくちゃ変わるね下手したら<う>あの別チームになる、ね、別チームになる、うん、唯一ね岡田さんがなって、うん、この阪神でこのね十、うん、何年で優勝してる監督監督だし、うん 逆に今まで中にいない分、うん、外から見てただけでなるほど見える選手、中入った実際こうだなっていうのを見てるから、うん、まあ選手のやっぱ逃げ場がなくなるから多分ポジション固定されたりとかしたら今まで外野やってサードもやってるからエラーしてもいいでしょってちょっと思うじゃんそういうのも固定されたらもう責任もあるしそ,そういう意味ではなんか,かなり期待できるんじゃないかなと思うしピッチャーは、ねうん、めちゃくちゃ安定してるから。 それに野手陣がちょっと頑張ればピッチャーはマジでいい、ねうん、上がってくる選手もいいしみんないいもんね野手はだからまあ、ね、新人の選手であったりとかあ,あ,あとは外野、ね、でファームでも、ね、井,上井上選手とかいい、ね、結構ねああハードパンチャーな選手もいい、ね、ちょっと体重重すぎるけどねそんな感じ <laughs>、えーまあ、でもなんか期待できるなと思うけどね。 どう中にいていやうーんでもなんやかんやねあのスタートが悪かったにもかかわらず、うん、やっぱ上位にも来,来れる力はあるやん、うん、まあ外人でね一人外野で打てる感じのやつが来てくれたらぐっ、ねうん、とこう順位上がってくるような気はするけど途中からこう二軍二 <coughs> 軍に行って やっぱ二軍の選手も見たけど、うん、前川君、んいいよ前川<側><側>あの左バッターあのうちオープン戦とかちょっと出てたよね、うん、左でね来年の阪神だもだいぶ期待ですね、うん、でもね一塁三塁で大山選手<ー>佐藤選手固定するみたいな話も出ていますけどもそれはどうなのいやまあ選手としてはでも内野手が外野守ったりしたら ちょっとあれやん。どうな難しいましてや佐藤選手だったらサードからライトいくわけじゃんでもそもそも見えてる角度逆で大山選手もファーストからレフトに行くわけだからそうなったら視界が全部ライトとレフト全然違うでしょ守備位置全然違うな見てる感じが球場それが内野と外野で起きるから多分より難しいはずなのまあ 内野から外野に行ったらいいと思うす。<laughs> まだ。まだね。距離もあるしと打撃もあるけど、うん、外野からいきなり内野になったら急に近くなるし、確かに向きもっていうのはかなり難しかったと思うけど、まあそこは固定してもらえたら楽っていうのは選手としてはあるし、まあ練習もね同じポジション倍できるし、2るやっぱ岡田さんはこうもう心房強く行くタイプ。決めたら行くと思う、ね。うん、だからこれが多分あの外国人の関係で。うん ファーストで違う選手が取れたってなったら<ー>また話は変わってくるかもしれないけど基本的には、えー、固定する選手、うん、で言ったら右と左で併用する選手後から行く選手っていうのは基本的に決めて戦いたい、うん、怪我とかがないから自いい分でいい 試合に出てて経験ししいったらすごい楽しみな選手だね、うん、結構その岡田監督が阪神への思い入れも結構強いから当然来年勝つ布人はこれだけど、うん、将来の阪神を考えたら小畑がショートの方がいいんじゃないかっていう多分発想だと思うんで、うん、どうなん鳥から見て,てやっぱいいショート小畑いいと思うけどねあ<ー>まあまあワッティングはやっぱりまあね教え,教えに行か,かなき いや、それはちょっとまずいな <laughs> そ, <の S 1> それはまずいよ <laughs> レジェンドショート教えにいかなかったいやいやいや教えてもらいたいよ俺がもう本当に結局その何で甲子園の内野手が苦しむかっていったら守備だよね守備,だ守備が悪かったらそれがバッティングにも響いてくるしなるほどでポジション変えられるし守備が安定してたらそこまで打てなくても使ってもらえる <うん S 1> 唯一土のグラウンドやんうん エラーも増える必然的に。ようやってたね。今思えばね。その時は何とも思ってなかった。人工芝と全然違うでしょ。違うね。待ってたら来るもんね。内野手みたいな言い方してるけど。あのちょっと一瞬ファーストやったよね。一瞬やった。あれは何だった？あれなんか速い打球を受けてなんか目を鳴らすとかな、わっけかのと言ったけど。あの本間は あの試合もあんまり出えへんしネ,ネタ的にネタがないからちょっとちょっと盛り上げようかってファーストやった <laughs> あ<の>センスなしダメだった、まあ、でもやる前からセンスなさそうと思ってたけどね <laughs> ファーストチャレンジしてますけど無理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 っていきますよ、はい、岡田新監督えどう絡みっていうかその一緒にやったことは 俺はない全くあのトレードでオリックスに行った年に辞められていやい行く前の年に辞められてるから<ー>ギリギリない一番知ってる知ってるねまあ5年間ねプロ入って最初,の最初の5年間やってたんでで,であんまりこう今最近、うん、あの新聞とかで、うん、その 選手に対してなんかこういう話をしたとかいろんなのこうミーティングしたとかいうのが出てるんだけど、うん、な,なかったん,なんか全くなかったし、えー、あれあれってねあれあれ,あれもう聞いてないから俺らはら <laughs> それは言ってるんだけど基本的には選手とかもか俺が入りました、うん、でショートで、まあ、出ますってなった時に、うん、ショートで使うからなとかは 言わないし言わないでもずっとこの岡田さんがやってる5年間ってあのオープン戦も全部フルイニング、うん、だからどんなことがあっても使い続けるよっていうのをう言葉じゃなくてその起用法とかうそういうので多分分からせてくれるっていうか多分本当に、うん、例えばじゃあ大山選手と佐藤選手がいますだったら。うん キャンプ行っても、そのポジションしか練習させないとか。ね、ってことは、じゃ、あ外野っていうのはないんだな。っていうのを。二個ポジションやるとかない、ないっていうのを、<ー>多分キャンプ中にやると思うね。そういうのが、うん、基本的には、こう。言葉でっていうよりも、その練習している時とか、うん、そのオープン戦とか、そういうところで。あの、相手に感じさせるっていうような。<ー>えー、形を取る方なので。だからまあ、最近も、ここね、あの、少しこう。 現場から離れて、うん、あのーまあ、変化はあったとしても、うん、基本的にはやっぱ選手が自分たちで感じてやら,ない、ね、やらないといけないから<ー>そこら辺は自分たちでしっかり感じて,てやっぱ選手的にもいいよねいや分かりやすくていいなんかねっ、うん、信頼関係じゃないけどあなんかそういうふうに思ってくれてんだなっていうのも分かる、うん、感じるもん、ね、選手もだからそういう意味ではこう まあこう今までの監督とまた違ったその言葉でこうかけてくれてこう動いたらいいんだなっていうよりはまあ自分で考えてえ基本的には動いて何かそのえ足りないところっていうのはあのコーチを通じてまあアドバイスをもらったりとかまあそういう形になってくるので選手はまあかなりえまあ能力があったりとか自分自信がある選手はやりやすい監督じゃないかなと思う<ー>。だから しかも新しくやっぱ監督が変わったことによって、まあ言ったら高山とか、なるほどね、あそこら辺のやっぱちょっと、うん、名前も出てるしね、ねなんかなんかがこう来って、うん、俺本当にプロ入ってもう一人だけ、うん、こいつ天才だなと思った高山。高山あそう。あそれは何バッティングの技術とか。もう本当に感覚であそこまで打てるっていうのは <laughs> 確かに確かにボールを。 普通やっぱりどのタイミングでもこボールってバットの軌道の中で見てるんだけど、うん、バットのの軌道の中にないいいんか悪いんか分からんけどいやこれでそこに,確かにあのフィットできるっていうのは、うん、逆にちょっとおかしかったら自分でポッとやったらバットが出てきたりとか、うん、その技術ってなかなか練習して確かにできる技術じゃないですから。 あいつしかできひん仕方するもん、ね、こうして置いたまま自分だけ回ったりとかどうやって打ったみたいな <laughs> であれは本当にこうすごいなって思って、まあ、何かの、ね、タイミングでその自分の感覚っていうのは崩れてると思うんだけど、うん、なんかそういうもともと持ってたものを発揮できなくて活躍できないっていう選手は、まあ、新しい監督になると、まあ、そこはしかも現場から離れてるから、うん、まあフラットにいいか悪いかで判断してもらえるから。 まあ、そういうチャンスをもらえるし、うん、そういう選手がチャンスをもらえると。まあ、相乗効果でね、うん、今出てる人も。あの、ゆっくりできないっていう意味で、なんかすごい。いいタイミングで監督になられたのかなっていう。感じですね。うん、印象に残ってる。印象に残ってるのは。あの監督も。すごい調子悪くて。うん、あのシーズン中に。で、岡田さんに。呼ばれて。 呼呼ばれて 1> 1呼ばれれてて、一回。監督室だったかホテルだったかどっかで呼ばれて「もうんまあ、調子悪いんか?うん」ちょっとタイミングは?」って言ったら「ま、うん、っすぐそれよりちょっと遅いのが変化球だ」って言われて「<laughs> はい」って言って帰った。<laughs> えと思って。 だからまあ多分いろんなことを考えずに早い球と遅い球なんだからそのタイミングをいろいろするなっていうことを短くくって締めたのがその言葉でどうなったその気になるそそれいやそのまま分かんないままシーズン終わったわけであとあと考えたらそういうことだったかなってだからそれぐらいやっぱり自分に考えさせるというか確かにそうなんだけどそれは俺も分かってるよって思いながら帰るわけよ。 ほんとそれだけで終わって <laughs> ああみたいな感じでだからまあそういう,こうシンプルにこう物事を言うから、うん、こっち側も考えなきゃいけないけどその時はまだ俺も若かったから <laughs> えっ <laughs> みたいな <laughs> なんかすごいアドバイスだなみたいな感じでそのあとはじゃ変わらんかったってことそのアドバイスの後はいやその後活躍したかどうかっていうのはちょっと覚えてないんだけど俺やったらすぐ変わりそうやなそれ っつって,って <laughs> <に>おまじないじゃないんだから。<laughs> <laughs>